花おこぜは、カエルアンコウカ花おこぜ族に属する魚類。花おこぜ族は一絵型。亜熱帯、熱帯海域の流れもの間で生活する。学名は、ラテン語のヒストリオに由来し、獲物を追跡する際の行動を表している。花おこぜのイラスト姿は、他のカエルアンコウ類に似るが、より流れもでの生活に適応している。体は、側平たし。 20センチメートル程度まで成長する。体色は変化に富むが、通常は、明色の皮膚に木、緑、茶の半紋が入る。ヒレには、暗色の島が入る。体色は背景に応じて、明色から暗色まで、急速に変えることができる。皮膚は滑らかだが、全身を海藻に似た突起が覆っている。背びれは三トン下状、十一十三軟状。 第一トゲ状は誘引突起に変化している。エラ、列を持たないため、頭部と胴部の区別は曖昧である。胸びれ後方に、エラ穴がある尻びれに、トゲ状はなく、七十三難状。腹気は大きい。胸びれは九から十一難状で、柄があり、物を掴むことができる。尾ひれの外側のひれ状は分岐しないが、内側は分岐する。おこぜという和名がついているが、 ハオコゼやオニオコゼ、オニダルマオコゼなどとは異なり、トゲ状に毒はない。ハンアリ種であり、熱帯、亜熱帯海域の震度10メートル以前に生息する。西部大西洋では、メイン湾からウルグアイに及ぶ。ノルウェー北部でも報告されているが、北、大西洋海流に流されてきたものと考えられる。待ち伏せ型の捕食者で肉食性である。共食いをすることもあり、 16匹もの同詞子が他魚を捕食していた例がある。獲物を追う際、退職が保護色となる。腕状の胸びれを持ち、海藻の茎にしがみついたりよじ登ったりすることができる。ギージエサを用いて小魚やエビをおびき寄せ、エラ穴から水を噴射することで飛びかかる。口を瞬間的に大きく広げることができるので、自身と同じくらいの獲物も吸い込むことができる。 死有遺体である。繁殖時には、オスは、メスの周囲を泳ぎ回る。産卵の準備ができると、メスは、急いで海面に上がり、ゲル状の粘液に包まれた卵塊を産み落とす。卵塊は流れ藻に接着され、オスにより受精が行われる。孵化した妖精は、休憩の外皮に包まれ、大きな頭部を持つ。ヒレは、完全に形成されている。成長すると、外皮は、 皮膚と融合する。天敵は大型魚や海鳥である。水中の捕食者を避けるため流れ物上に飛び上がることもあり、水上でもある程度の間は生存できる。ありがとうございます。